にマンションと一緒に行って20年ぐらいやって、その後20年ここは空いてました。何もやってなかったじゃないですか。で、地下に、厨房がありまして、この間行ってみましたら、グラスや鍋釜、紙ナプキンで、お皿とかがもうごちゃごちゃそのままで20年置かれたのがあったので、持って上がって洗いました。でここになんか鶏みたいな絵がついてるんですけど、これがシャトーのマークです。で結構この中にポツポツ100円ショップのグラスもあるんですけど、比べてみると全然違う。まあ100円ショップのグラスは特別かっこ悪いんですけど、すごい素敵なグラスです。なかなか高級なリレストランなんですよね。この、部屋は、バンケットっていって宴会場だったそうです。で20年以上前にここで宴会しておしゃべりした人のことを考えたりとか、まあ大笑いした人とか大喧嘩した人もいると思うんですけど、まあ20年前なんだからここって子供だった人も大体私ぐらいの年になってて、でその人たちのことを考えました。それでまあおじいちゃんおばあちゃんになった人もいれば、もう死んじゃった人もきっとたくさんいると思うし、なんだ、去年老人になった人もいるかもしれないなと思って、まあでもここが宴会場としてすごい素敵なシャトーだよね。きっとフランス料理だと思うんですけど、バーッと料理があってバーッと人が集まってパーイとか言ってゲラゲラ喋ったおしゃべりした人たちに乾杯したいと思います。お取りくださいを想像して乾杯。
ツアーしましょう。